けたと思うんですけど、まあ結構再生数もいっていろんな人に見てもらってるんで、まあ誤解のないようにっていうか、まあ違う捉え方をしてる方もやっぱりいるんで、まあ一応まあ起きたことは事実は事実なんで、それを動画にしてるだけではあるんですけど、まあ誰しもがああいう風になるかって言われると、まあならないと思うし、まあちょっとね、いろいろなんでなったかっていうのもありますんで、で、なんでなってしまったかと、まあそれに対する対策とか、まあ今後やっぱりならないようにっていうのが大事なんで、まあそちらをどういう風にしていくかっていうお話をしようかなと思います。一応オイルシールの方なんですけれども、まあこちらがまあつけていて、まあ前の動画に出ていたちょっとなんかねもじゃもじゃが出てきちゃってますよっていうやつの正体がこちらのシールです。でもこちらも完全に溶けちゃって、角が何面取りみたいな感じになっていて、そこの部分がちょっとこんな感じです。状態的にはで、ちょっとね話だけだとちょっとね全部うまく伝えられるか言い切れるかっていうのもあるんで、ちょっと字幕でそちらは足していこうと思うんで、まあちょっとうまく話が下手なんでうまくまとめられないのもあるんですけど、まあちょっと説明していこうかなと。で、まあ今回その結局オーバーホールは一応いつもお世話になってるガレージ山郷さんのところに持って行って、ブレーキ見てもらうことにしました。本当はまあ動画のネタ的にも自分でオーバーホールとかしてやって動画載せようかなって、まあブレーキのオーバーホールやったことなかったんでちょっとチャレンジしてみようかなっていうのもあったんですけど、まあなぜまあ状況が状況なんで、一回やっぱちょっとプロに見てもらってどういう見解かっていうのもちょっとやっぱり素人が見るよりは確実なんで、で一応山郷さんのでブレーキ分解してもらって、でそしたらやっぱりそのシールがダメになっていたと。で結局まああんまり聞かない事例らしいので、一応まあ今回エンドレスさん、メーカーさんに送って、まあ、点検してもらってオーバーホールまで一応やってもらいました。でまあいろいろまああんまり聞かない事例だと思うんで、一応今回いろんなやっぱプロの方たちにちょっとお話聞かせていただいて、まあブレーキメーカーさんだったり、まあプロのチューニングショップさんたちが、まあレース関係者の方とか、まあ今回いろんな方にちょっと相談させてもらって、まあちょっとメーカーの見解もまあそのいろんなプロの方たちに聞いた見解もやっぱり皆さん同じことをどういう対策をすればいいのかっていうのは同じことをおっしゃってて、やっぱりクーリング冷却みたいですね。で一応まあ僕もレーシングキャリパー自体は初めてで、ただ対向ポットの対向ピストンのブレーキっていうのはまあ以前から使っていて、まあ、純正の時もそうなんですけど、もうダストブーツなんかはもう切れちゃって溶けちゃってっていうのはもう普通にあるんですけど、まあ、その使用していたブレーキが純正だったっていうのも踏まえて、まあね、熱容量もやっぱ低いし、まあ、それぐらいはみんなサーキットユーザーさん結構あると思うんで、
まあ、こんなもんなのかなと思っていて、でまあレーシングキャリパーだからちょっと安心していたっていうのもあるとは思うんですけど、まあ一応それでもそのクーリングっていうのは必ずまあルーティン化して僕は行っていて、サーキット走行に関しては1本アタックしたらその次とその次の週2週は必ず冷やすんですよ。でそれはブレーキを冷やすっていう意味合いもあるんですけど、まあ、正直油温水温の方がやっぱりきつくなってくるんで、で一応水温は絶対100度以上上げないっていうのと、油温もまあ上げなければ上げないほどいいんですけど、まあ今までの値でいうと115度以上はほとんど上げたことないです。まあ120ぐらいまではいいかなと思ってるんですけど、まあ別に100で温度も130度とか別に、まああんまり高く上げすぎるとまあねエンジンに良くないっていうか、まあ負担かかるんで、昔は130度ぐらいまで普通に上げちゃってたんですけど、まあ一回エンジンねブローしてからもう温度管理っていうのはやっぱりきっちりやっていて、まあオイルの管理ももちろんやってるんですけど、でやっぱりクーリングっていうのは必ず行っていて、でもそれでも足りなかったっていうことはやっぱりもうちょっと、まあ、クーリングラップを取るか、まあ、もしくはその今後の対策として言われたのが、あのすでにローターのまあハウジベルハウジング真ん中の方に後ろ裏からあのダクトホースで一応エアを当てて冷却するようにはしていて、でそれでローターとまあローターに当ててるんで結局ローターを冷やしているわけで、キャリパー本体が冷えるってわけじゃないんですよ。だから一応その今回ダストが溶けてしまった原因っていうのは一応オーバーヒートっていう扱いで、やっぱ温度が厳しかったみたいなんですよ。なんでまあちょっとキャリパーにダクトを当てるっていう考えがなかったので、やっぱ今回言われたのがあのキャリパー本体にダクトを引いてきて当てて冷やした方がいいっていうのがやっぱり皆さんにアドバイスをいただいたんで、まあ、で今ローターだけなんですけど、まあキャリパーの方にももう一本ダクトを引いて、まあローターとキャリパー本体にダクトを2本引いて冷却しようかなと考えています。でそれだけでもちょっとやっぱり VAB 車重が重いのと、まあ、僕の車そんな軽量化してないのと、あとドライバー自体も90キロ超えてるんで、まあ他のね車と比べてやっぱ重いんでブレーキはやっぱり相当きついんですよね。でやっぱりパワーも上げてるんでそれだけブレーキの負担っていうのは大きくて、なので対策としてもう一個まあ、熱容量を上げるっていう意味と、まあ、パッドの間材を下げて攻撃性をちょっと少なくして負担を減らすっていうのもやって、一応ローターを今回370ミリに拡大します。インチアップで、そこで魔材も今まで CC40 っていうサーキットコンパウンドを使っていたんですけど、まあ、MX72 プラスっていうもうちょっと魔材を落としたブレーキパッドを選択して、まあ、それで一回ちょっと今シーズン、まあ、あともう 2,3 ヶ月でシーズンインしますけど、そちらで一回ちょっとまあサーキットで使用してみてちょっと様子を見ようかなという感じです。一応ねまあそんな感じで一応まあこんなような見解ですね。まあまとめるとまあオーバーヒートしちゃいましたよ
で、クーリング足りませんよ。まあ、対策としてはローター拡大、キャリパーへのダクトホース追加、マザイのまあちょっとマザイを落として攻撃性を少なくするという感じです。で、マザイを落とすとやっぱコントロール性も良くはなるんで、まあちょっとこれで様子見てみたいと思います。で、まあでね、今一応ちょっとガレージ山郷さんのところへ向かっていて、あの370ミリのローターが入荷したので、そちらをちょっと今交換しに向かっています。はい、こんな感じですね。で、まあ、たまになんか勘違いしてる人いるんですけど、なんか前回のそのブレーキの動画を載っけて、まあ一応起きた事実を載せて報告しているだけなんですけど、なんかメーカーが悪いみたいな捉え方をしてる人がいるんで、まあそういうわけじゃないんで、まあ一応ね、まあその自分の WRX の日常を載せていってるっていう意味で、やっぱ起きた事実はまあ皆さんに伝えていこうかなっていう感じで、まあ WRX のね日常をただ載せているだけなんで、まあ誰が悪いとかね、そういうわけじゃなくて、まあ俺の、まあ、ブレーキもね、組み方とかもいろいろあるとは思うんで、まあちょっとね、いろいろ考えて、ちょっと車をね、なるべく壊さないような、乗り方をね、やっぱりしていきたいんで、まあいろいろ経験しながらやっぱりね、トライアンドエラーじゃないですけど、VAB のあのサーキットヘビーユーザーさんってなかなかやっぱりいないんで、一般の方で。デモカーの方はやっぱりもちろんいらっしゃいますけど、やっぱりあんまりこう情報が出てこないんで、自分で確かめていくしかないんですよね。という感じで、ちょっと、まあ、ガレージ山郷さんと着いたら、ちょっとローターね、お見せするんで、はい。今現在が355ミリのローターがついています。こちらを今日370に変えます。こちらが届いた370ミリ。まあ、ベルもタフラムコートで、こんな感じ。で、持った感じこんなに大きいのに、すごい軽いですね、やっぱ。ツーピースだし、やっぱりすごいです。 8.8 キロめちゃくちゃ軽いです。ブラケタ鉄なんで、これでも 1.5 キロあります。今355ミリのローターを外してみたんですけど、 7.9 と約1キロぐらい違うんですね、意外と。上にちょっと重ねてみちゃったんですけど、あん少し大きい感じですね。一応まあオーバーホールしてから、まあ、サーキットとか走ってないんでまああれなんですけど、まあ、多少まあワインディング行ったりして、まああのね、この前のチリ毛みたいのは一応見受けられないんで、まあ大丈夫かなと思います。今右側取り付けてもらいました。いやー大きいね。ちょっとホイールをつけてみて、どれぐらいの隙間なのかがちょっと気になります。パツパツだとかっこいいね。今ね370ミリのローターが入りました。いやーこのパツパツ感最高だね。最高だよ。クリアランスもね、ウェイトとかも
まあ全然大丈夫かなという感じで最高でございます。かっこよすぎます。